アメリカ路面電車スキャンダル。アメリカ路面電車スキャンダル。アメリカ路面電車スキャンダル。とは、ゼネラルモーターズ、ファイアストン、シェブロン、フィリップス石油、あと、のこの子フィリップスなどによって設立された、ナショナルシティラインズ社、NCL によって20世紀中頃に、アメリカ合衆国中の路面電車網が買収され、廃止されて、バスに置き換えられたという陰謀論である。 この陰謀論では NCL 社にはアメリカの一般大衆に自動車を買わせようとする隠れた意図があったものとされている NCL に買収された各路面電車網に対して他社のものではなく GM 製のバスを買わせようとした陰謀でシャーマン法に違反したとして有罪となりゼネラルモーターズは5000ドル、各重役は1ドルの罰金を科されたことは事実であるが NCL が所有していない路面電車網でも路線の廃止が進められていたため、この罰金は路面電車を廃止したことに対するものではなかった。1936年から1950年にかけて NCL 社は45都市で100以上の電気鉄道を買収した。これにはデトロイト、ニューヨーク、オークランド、フィラデルフィア、フェニックス、セントルイス、 ソルトレークシティ、タルサ、ボルチモア、ミネアポリス、シアトル、ロサンゼルスなどが含まれている。そして NCL 社はこれらの路面電車を GM 製のバスへと置き換えた。この話は書籍のファストフードが世界を食いつくすや映画のロジャーラビットの中でも取り上げられている。ブラッドフォード・スネルという人物が1974年に上院校長会で証言したことが 今日のアメリカの大衆文化におけるこの陰謀論の定着をもたらしている。この話ではカリフォルニア州において大規模な電鉄網の廃止が行われた後に週刊高速道路の最初の建設が始まったことから週刊高速道路をもう一つの犯人であるとしている。他の説では来年期間の発明とそれに伴う自家用車とバスの進出によって 路面電車は消滅したのだというものがある。一時期、人口1万人以上のアメリカの都市はほとんど全てに路面電車の会社がいましていた。この時期、全体の95%の路面電車網が私有であった。ゼネラルモーターズが陰謀をめぐらして、効率的な路面電車を汚いバスに置き換えて、国中の交通を破壊したというスキャンダル提唱者の説は事実ではなく、 多くの本や記事で取り上げられているというのも事実ではない。電動機は来年期間に比べてはるかに単純であり、また、舗装道路の上をゴムタイヤで走行する自動車ほど凝ったスプリング機構を鉄のレールの上を走る、鉄道車両は必要としていないので、路面電車それ自体はバスよりも保守に経費がかからず、はるかに対応年数が長い。 1930年代の古典的な PCC カーは1970年代に至るまで、トロント、サンフランシスコ、フィラデルフィア、クリーブランドで運用されており、サンフランシスコ市営鉄道では今でもなお毎日運行している。しかしながら、路面電車の会社は自分たち自身の線路を自前で保守しなければならないのに対して、バスは公的に保守されている行動を走行する。 これに加えて、線路や河川を保守するためには、運行を中断しなければならず、ある期間運賃収入が得られなくなる上にその間に、巣や自家用車への旅客の一層を招く。世界恐慌の期間中、路面電車の会社は、資本市場から資金を獲得することが困難であった。ため、コストのかかる線路や、河川の保守作業を行う費用を調達することほとんど不可能であった。 需要が低い上に、路面電車の会社は大衆に不人気であったため、下記を参照、運賃を値上げすることは難しく、バスへ転換することが望ましいとされた。バスを導入することによるより、大きなコスト削減は、その当時の労働法制によるものであった。全国労働関係法が導入されるはるか以前から、多くの州で、路面電車網は、規制事業とされ、その従業員に、 団体交渉権が与えられていた。結果として、1910年代から1930年代にかけて、車掌の乗務を廃止して、ワンマン運転に移行しようとした、路面電車もは交通関係の労働組合のストライに遭うことになった。一方で、交通関係の労働組合は通常バスに対しては二人乗務を要求しなかった。このためバスに転換することで莫大な、 人件費削減の可能性があり、多くの交通事業者がトロリーバスや内燃機関式のバスへと転換を促されることになった。1910年代後半頃から、まず都市の中心業務地区から、後には都市の他の地域でも自動車の渋滞は専用の交通路を持たない、交通事業者にとって著しく妨害となるほど、ひどくなってきた。 ロサンゼルスのダウンタウンにおける渋滞は1920年代前半にはとてもひどくなってきていたのでパシフィック電鉄は自己資金でハリウッドやサンフェルナンドバレーへの系統が利用する全長1いるほどの地下鉄を建設したがこれらの路線は利益が出るものではなかった自動車の渋滞は公共交通機関の車両を遅らせて乗客にとっての利便性を低下させ 自動車への転換を招き、より増加した自動車がさらに公共交通機関の利便性を悪化させた。これはバスに対しても、路面電車にとっても、同様に働いたが、バスは混雑の少ない経路に変更することができたのに、対して路面電車やトロリーバスが経路を変更するためには、建設工事が必要であった。バスが実用的に運行されるようになると間もなく、乗り合いタクシーが、 路面電車の競合車として出現した。乗り合いタクシーは、しばしば路面電車と同じ経路で運行しながら、表通りから奥に入り込んで乗客を集めていた。経済学者のウィリアム・フィシェルは、貧困層の移動可能性が、バスにより向上したことが、1920年代の都市ゾーニングに関する法令の広がりの原因であるとしている。なぜならば、公共交通に依存した層は、 路面電車の路線から徒歩圏内に住む必要がなくなり、それまでは距離の問題でアクセス不可能であった地域に住宅を建設することが可能になったからである。これに対応して多くの路面電車事業者はその路線沿いの公共交通に対して独占権を獲得ようと動き、そして実際に獲得した。例えばパシフィック電鉄はロサンゼルス市議会にうまく働きかけて、 乗り合いタクシーが市内で営業することを禁止することに成功した。競争がなくなったことにより、多くの路面電車会社は、利益のあまりない路線での営業を削減し、または廃止し、利益の上がる路線では、運賃値上げを行った。サミュエル・インスルといった交通事業家は、これまでの恨みに加えてこのサービス削減、運賃値上げにより、多くの郊外の自治体で、 乗り合いタクシーの会社を立ち入るに至った。例えば、1920年代から1930年代にかけてパシフィック電鉄の実施した運賃値上げとサービス削減により、サンタモニカ・カルバーシティが市の主要な路面電車事業者であるニーヨーク鉄道を避難し、市によるバス運行都市が所有する地下鉄である IND の拡張を擁護した。 シカゴにおいて1920年代頃から要求されていた市営化は最終的に1946年に実施され、これもまた路面電車の廃止につながった。大恐慌の時代に流行った経済的なポピュリズムもまた、1935年、公益事業会社法という形で路面電車会社に大きな負の影響を与えた。路面電車会社はしばしば単独では、 最大の電力需要者であったため、電力会社に部分的に所有されている場合が多く、時には完全公会社であることもあった。このため、電力会社は電力を路面電車会社にかなり割引された価格で販売していた。公益事業会社法が成立したことにより、電力会社は路面電車もを分割させられることになった。独立した路面電車会社は、かつての親会社から、 通常料金で電力を購入しなければならなくなり、元から薄かった利益をさらに削ぎ落とすことになった。連邦政府が高速道路の建設に対して支給した補助金は多くの人が思っているほど路面電車に大きな影響を与えてはいない。連邦補助高速道路法が成立する前には、連邦の道路建設投資は主に地域間道路に、 対して投じられており、地域内道路に対してではなかった。連邦政府が高速道路を建設するために、ガソリン税から支出していたのに対して、州と地方自治体は、通常都市内の道路の建設と改良に、一般会計から多額の支出をしていた。しかしながら、道路の使用者に対して、特別税が課される場合もあった。最も単純に、道路使用者であると認識できるのが、 路面電車の会社であったため、しばしば路面電車会社が、この特別税の最大の納税者となっていたが、この税収により補償され、改良された道路は、路面電車会社の利益にはつながらなかった。多くの地域で交通渋滞を緩和しようとすることがこうした努力がなされるきっかけとなった。自動車会社に強く後押しされた多くの議員や主張が、 路面電車や鉄道から自動車やトラックへのモータリゼーションを加速しようとした。1880年代からアメリカの路面電車会社は公害化を促進する役割を果たしてきた。ロサンゼルス鉄道を受けて広く制定された。連邦住宅管理公団へ向かう長距離路線はひどく、路面電車会社はこうした路線を1920年代初期には 完全に廃止してしまうかバスに転換した。ロサンゼルスにはかつて、レッドカー、パシフィック電鉄とイエローカー、ロサンゼルス鉄道と呼ばれる二つの異なる路面電車網があった。ナショナルシティラインズはイエローカーのみを所有していたが、どちらも最終的には廃止に至った。二つの路面電車網は旅客がしばしば相互に接続して利用しており、ある路線における サービスの低下が他方の路線をも自動車に比べて不便にしてしまうことがあったということは特筆する価値がある。とにもかくにもこの時期のアメリカではどこでも自動車保有率が上昇しており、これはゼネラルモーターズが路面電車網を買収した都市でもしなかった都市でも同様であった。1947年4月9日、9つの会社と7人の個人、 被告企業の関係者と重役からなるが、シャーマン法に関連して2件で、南カリフォルニア連邦地域裁判所に起訴された。この訴えはようやくすれば、多くの交通企業を支配下において、交通企業の独占を形成し、シティラインズの所有する企業へのバスやその部品の販売を独占しようと企てたというものであった。訴訟は、供給側のファイアストーン。 カリフォルニアスタンダード石油、フィリップス、ゼネラルモーターズ、フェデラルエンジニアリング、マックと、その子会社である、ナショナルシティラインズ、パシフィックシティラインズ、アメリカンシティラインズに対してのものであった。1948年、連邦最高裁は、下級審の判決を覆し、南カリフォルニア連邦地域裁判所から、北イリノイ連邦地域裁判所への訴訟地変更を認めた。 1949年、被告人は1件目の交通サービスを独占しようとした件については無罪を勝ち取ったが、2件目の子会社への部品供給を独占しようとした件については有罪となった。各企業は5000ドル、各重役は1ドルの罰金を科された。この判決は1951年の上訴審でも維持された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。